大好きです、小川村。もう自信を持ってこの村はいい村ですって言える私が私らしくいられる場所ですね。アルプスピアホームプレゼンツ、町の翼、信州きらり人。この番組はアルプスピアホームがお届けします。小川村の川俣美智子さん34歳、農業をしながら村の野菜直売所で働いています。4人兄弟の末っ子として育った川俣さんが小川村に戻ったのは6年前。それまでは東京で職を転々としていましたが、東日本大震災が人生を見つめ直す大きな転機になりました。アパートに住んでても隣の人は知らないっていうのが向こうでは普通だけど、こちらではもうご近所さんとも何でも話せるし、人間味がすごく溢れてるなっていうのはやっぱり感じましたね。今まで抱いたことがなかった特別な思いが芽生えたのもこの頃でした。帰る場所があっていいねって言われたことがあって、あ、そういう感覚って今までなかったなと思って、だからすごく丁寧な人間らしい生活をしてるんじゃないかなっていうことに気づかされましたね。こっちの生活が村のために何かできることをしたい、その思いで始めたのが村の魅力を発信する活動です。役場と連携し、村で起業を目指す人や移住者を応援しています。人の温かさであったり、アルプスが綺麗に見えたり、季節感がとってもあったり、自信を持っていい村ですって言える、元気な村がずっと続いていったらいいなと思います。これからも笑顔があふれる村を目指して、川俣さんの活動は続きます。この番組はアルプスピアホームがお送りしました。